なんだと？そうだな。暑い日にはちょうどいいね。桟橋の方へ行ってみようよ。私はさ、この海の向こうから来たんだよ。最初はなんでこんな遠いところで人間と一緒になんて思ったもんだよ。でも今はここに来てよかったと思うよ。どうかな。冗談だよ。お嬢様も奥様もみんないい人だ。それにあのさ、お弁当を作ってきたんだよ。勘違いするなよ。ゆうべの余り物だよ。それでもよければ食べてくれよ。どう？本当か？昨日のうちから準備した甲斐が。いや何でもない。そのなんだ、好きだよ。おはよう。これは、私に？他に誰がいるんだ？メルプリン、俺と結婚してほしい。はい、私をあなたのお嫁さんにしてください。ずっと待ってたんだ。嬉しい。一生大事にするからね。